2章の55節ですね。聖師クリシュナは言ったということで、アルジュナの疑問に対して答えを与えたわけです。人が欲望を捨てるとき、欲望は実家全体を意味する。要するに、あれが欲しい、これが欲しいということだけではなくて、愛憎を含めた執着一切合切を捨てるときという意味なんですね。そうすると、各者は欲望あるいは実家がないけれども、凡人の場合には実家の塊である。欲望を追いかけ、それから嫌悪、憎悪するものからは逃げたいと思ったり、必要以上に絡んだりというようなことをしますね。それから、心の底から洗いざらいというのは、欲望をどのように捨てればいいのかというのは、第八識、自分の記憶実家が溜まっているところから全部ということですね。一つ残らずということです。そうしますと、欲望実家などが一切ない各者に比べて、自分意識を持っている凡人は、かえって欲望あるいは実家を増やす日々を送っているのではないか。修行者なら減らしていく努力をするはずだが、修行しているつもりになってかえって実家を増やしていっていないかと点検してみないといけないのですね。例えば、体操あれもこれもやって教えて洋画教師になる、生徒が増えないかな、あるいは増やそう、経営の規模を大きくしよう、あるいは新興宗教の建物をもっと増やして支部を作ろう。それは実家を増やしているだけで、宗教の目的である実家を心の底から洗いざらい捨てるということにはとは相反していますね。そういうことを自己点検していかないといけません。自己に自ら知足する。望む対象は皆無であるから、自己に自ら知足できるのですね。自分を設定しておいて、他の世界においてあれやこれや欲しいというのでは、実家を増やすだけということになりますね。自分意識を持った凡人は物足りようのままではないか。毎日物足りよう、こと足りようとしてあれこれ求めたり買い求めたり探したりしているのではないか。物足りようというのは、例えばもっといい車が欲しいとか、もっといい家が欲しいとか、こと足りようでしたらば、もっとニュースを見てみたい、人と話してみたいなどの物事を追求する日々の生活に終わっていないかと自己点検していかないといけないのです。人が欲望を捨てるとき、心の底から洗いざらい、自己に自ら知足する、そうであるならば知恵の確立者といわるということで、真知を得ているという証拠は、自分意識がないので自も他もない、自他分別がないということなんですね。自分意識を持っていれば、いつでも自分と世界との関係、兼ね合い関係、インタービーイングに翻弄された生活しかできないわけですね。そういうところから意識を引き上げて、自己において知足する、確立しようと思ったならば、あれやこれや考えたり、欲望、恐れ、怒りなどに捉えられたら、3回の息の観察をして意識を外から引き上げる。そうして息を吸って、あー、息を吐いて、あん
で、without thinking、考え事なしに無思考にとどまる実習をなるべく回数を重ねて行うというふうにしていけばいいわけですね。そういう3回の息の観察やあやむ実習ですね。何もできてないのに修行しているつもりになってもダメなんですね。